トロンプ級フリゲートはオランダ海軍が運用していたフリゲートの艦級。実質的にはミサイル駆逐艦とされている。1966年、オランダ海軍は艦隊機関の任に当たっていたデロイテル級巡洋艦の後継として2隻の誘導ミサイルフリゲートの建造を計画した。この計画に基づいて整備されたのが本級であり、1971年より、 ロイヤルシェルデ造船所において建造に着手した LB9.3 と比較的幅広の船型を採用しておりまたフィンスタビライザーも備えているこれにより非常に優れた高揚性を実現した船体及び環境構造物は構成であるが後部上部構造物はアルミニウム合金製とされた主機関としては当初は 上気タービン主機の搭載が予定されていたが、運用人員削減の要請から、同国海軍で初めてガスタービンエンジンを搭載することになった。その主機構成は、西側諸国発のオールガスタービン、推進戦闘艦であるイギリス海軍の21型フリゲートのものを踏襲して、巡航用のロールスロイスタイン RM1C と、高速用のロールスロイスオリンパス TM3 倍と、 組み合わせた、化学方式とされた。推進機は5章式の可変ピッチプロペラである。また電源は450、4 5 0ボルト 60Hz の参照交流であり、スミット、パックスマン・バレンタ RP-212、気筒ディーゼルエンジンによって駆動される、出力 1000kW の発電機を4機搭載した。機関部は、パラレル配置による3区画構成とされており、第1機械室に、 オリンパス2機、発電機2機と補助ボイラー、第2機海室に、タイ2機、発電機室に発電機2機を設置している。防空艦として最重要のセンサーとなる3次元レーダーとしては、国産の SPS-01 を環境構造物上に設置した。これは S バンドの多機能レーダーで、パラボロイドアンテナ2機と周波数操作アンテナ2機がそれぞれ背中合わせに配置されたほか、 敵味方識別装置のアンテナ1機と、警護機のアンテナを用いた独特な構成を採用している。1980年には、SPS-01 に、大型のプラスチック製レドームが設置され、コジャックの愛称で呼ばれた。また水湖、愛戦術情報処理装置も、アメリカの海軍戦術情報システムに準拠しては、いるが、基本的には、国産とされている。 1984年から1985年にかけての回収でリンク11の運用能力が付与されたほか、1988年から1989年の回収でトロンプにはスコット衛星通信装置が搭載された。防空武器システムとしては当初はイギリス製のシーダートが検討されていたが、最終的にはアメリカ製のターターシステムが選定された。 また、固間防空用として、シースパローアイビプドムズも搭載された。ただしシースパローアイビプドムズ用の射撃式システムとしては、国産の WM-25 が用いられている。手法としては、退役するホラント級駆逐艦、ヘルダーラントより転用された、ボホース射性 120mm 連装砲を回収の上で搭載している。また後に、 ゴールキーパー30マシュダブリウスも搭載されたほか、デコイ発射機もイギリス製のコーバスからアメリカ製のマーク36スバックに換装された。1974年度の艦隊整備計画では、本級二隻によって3個の対戦任務軍のうち2個の機関に充当することとされていた。ウィキメディアコモンズにはトロンプ級フリゲートに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。